どうも高井です。9割の人は知らない影響力を出す姿勢の基礎。こちらのコンテンツを視聴する前に、前作である口下手でも信用されるたった一つのシンプルな方法、こちらを視聴してもらうことによって相手を目を見て話す、それができるようになった人が今作を実践することによって確実に職場で影響力が出ることでしょう。その相手を見る能力については前作で話しているので、トップバズ側で見ている人にとっては私のアカウントをフォローすることによって見れるので、気になる人だけフォローしてください。では姿勢の基礎について話していきます。その基礎というのは堂々としていることなんです。ただ堂々としていても目が泳いでいる、人の話をしているとき、人に話をしているときかな、で人の話を聞いているとき目が泳いでいては信憑性がゼロに近くなっちゃう。それは非常にもったいない。なので具体的にどんなところから直していけばいいのか、まずはポケットから手を突っ込む、ポケットに手を突っ込むのをやめる、多いよね。そして腕を組むという習慣をやめる、これも非常に多い。なぜこんなことをしちゃうのかっていうことを私は考えた時に、手が落ち着かないからなんですよ。手の置きどころに困っちゃう。困るよね。話してる時に手をどこにやったらいいのか、だから手をリラックス、リラックス、そのとこが心がける。で堂々としている、片足重心もそうですね。体がゆら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 する人もいるんです。堂々とするって言ってることは簡単だけど、実践すると意外と難しい。でこれができるようになってきて、しかも前作で話してる相手を目を見て話すってことができてしまうと、職場の先輩、要は上司っていう人たちがあなたを叱った時に堂々として、しかも上司の目を見て話していると、上司の人は「え、俺間違ったこと言った?」みたいな、そんな風に誤解をしてくる、ドッキリしてくれる。そういう風になったら締めたもので、あなた自身の有利な立場に持っていけるんです。でそれ以上怒られない、これってあなたにとってスッキリすることに当てはまりますよね。そうなりたい人はぜひ実践してください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。